ゴジラ博士というふうに名乗られたわけですね。あなたはこういう感じでできない人なのだから、はいはい、できようとするな。多分こいつゴジラ詳しいな、うるせえなみたいなことになったの、うん、あの頃上映に回ってるプリントもなんかエンド差し替えられてて、うん、視聴者に一番近い存在がいた方がいい、うん、その後しばらくどうにかなって今回の 4K までの長い道のりが始まるんですけどね、うん、どいろいろ裏があるんですね。実はね、そんなに東方の中に詳しくない、うん、楽しかったんですよ、それが。65、6年には多分スクリーンで怪獣が見てて、うん、こうしてね、東方の青春映画が出来上がってる。出来上がったぞ。なんやかんやあって、100m のゴジラになっちゃう。女性も見やすいねって思うんですよね。BS、綺麗ですよね。観客もだけど、映ってる人もなんか全員ゴジラって心配しちゃってる。寸法的に合ってない。映画的な嘘。ゴジラの細胞と沢口靖子の細胞を合成して作った。ああ、ほら、そうやってメガギラスを忘れる。ああ、メガギラスを忘れる。嘘だと思ってるでしょ。嘘じゃないんですよ。最初に見たのが一番面白いじゃないですか、うん、それで興味持ったら、うん、世代によって全部違うんですよ、まずね。ゴジラのキャラクターっていうのは一つではない、タッチがね、コメディーなんです。海外売りのための助成金出るから怪獣がアイドル化していく、うん、ゴジラもヒーローにならざるを得なくなり、うんうん、ゴジラも支援をする、カタルシスがまあ一番だと思います、うん、まずはね。いや、もう全員ですよ、うん、まあ、CG って言ってるけど、実はあの破壊シーンで結構でかいミニチュアを混ぜてるし、だからいろんなことやってるんだ、あれ、うん、あ、来た、またすごい面倒くさく実は出てくる可能性だ。リアクションで見せるっていう見せ方とか、多分映像表現のやっぱ一つの大事な要素じゃないですか、うん、他の怪獣よりかはゴジラが圧倒的にみんな人気だっていうのが、うん、というわけで別に海外のモンスターも捨てたもんじゃない、はい、海外の映画監督がゴジラ作るんだったら俺がやりたいと、分かりやすくいいもの詰まってるのは特撮じゃない、だって全部作ってるのあれで分かるわけだから、うん、いるのをまだ気がついてない、うん、そうですか、そういうぶっ飛んだ設定もいいじゃないですか、うんうん、そうそうそう、歌ってたら第3弾があったのかな、うん、自決するんですけど、うん、っていう爽やかな青春映画、映像もすごいいいんですけど、やっぱ結果そのドラマチックなところに割と心打たれて、うん、ありえないことがね、うん、本当に見える面白さ、最初に子供たちが触れるドラマかもしれない、映画って今何って思わない、俺のとこに小林正樹監督の写真が入ってる。人当たりはいいけど、うん、まあ新年の人だったので、うん、大変だったんですよ、うん、でもね、楽しきゃいいんです。